ドライチ可愛い,いフェスティバル10周年のコンサートのライブリハをしてきましたそうちょうど1週間後がライブ当日でもう今頃終わってるからね早いよねもうあっという間にだってちょうど1ヶ月前がさ10周年の日やったやんかでもその1ヶ月後も同期と一緒にいれて幸せです おでこ <laughs> みんなおでこ好きだねそう今日はオールバックでリハしてきて前回で眉毛だけ描いてすっぴんでしたこんばんはみんなも日曜日お疲れ様でしたもうめっちゃ楽しくってリハが <laughs> 楽<し>なんかしっかりあの疲れはあるよもちろんいっぱい踊ったからねでも めっちゃ楽しくてとにかく来てくれたみんなに楽しんでもらえれるようにみんなで素敵なライブを作ってるので楽しみにしててねぜひぜひそう体調管理大事みんなも大事な時にかからないようにお互いに気をつけましょう本当に大事ですからね なんか今日言われてんけどマネージャーさんにあの10周年のコンサートのグッズがあの夜公演終わった後は買えないみたいなのであの会場限定のグッズがだからグッズを会場限定のグッズを買おうと思ってる人は夜公演前に絶対にゲットしててほしいですっていうお知らせでした。 ぜひぜひいっぱいあると思うのでキャットしてくださいグッズも会場限定グッズもまだ夜公演はね本当にあとちょっとチケット残ってるみたいなのでなんかまだ悩んでる人もいれば昼夜公演もどっちも来てほしくて正直言うとどっちも見どころあるのでしっかりあるのでぜひドライブ行こうかなってなんか行ったことないなっていう人もぜひ来てほしいし。 あのドライチファンの人はもちろんなんか初めて参戦する人も遊びに来ていただけたら嬉しいですあキティちゃんのカチューシャはくっつけてくれてたら喜びますメンバーはあのそれぞれが推しキャラいるので、まあ、推しキャラも出てくれたら一緒に歌えたら嬉しいよねステージ上で <laughs> 楽しみにしててくださいとにかく。 ぜぜひぜひまだ間に合うよ夜公演遊びに来てくださいな一日頭くくってたからねえピューロランドもねあのお昼公演の前とか楽しんで遊んで。 遊んでから、参戦してくれたら嬉しいです。ボそう <laughs> ファンの人たちから、あのー、みんな席。が多分発見チケット発見して、席が分かったっていう人のね、ツイートをエックスで見てますよ。多分、まあ、会場的に。 どんなな感じろうなちょっと会場の中はねまだ見たことがないねんけど写真でしかなくて今日もみんなでいろいろ画像写真見ながら話しとってんけど多分距離感的には近いと思うのでやるかもまだ待ってるよ」ってぜひぜひあとちょっとなのでいっぱいの人に見に来てほしい。 女の子の男の子もちっちゃい子もみんなお待ちしています他質問はありますかじゃあ十周年ライブについてのでめっちゃ肩ついてる 見どころか10周年のいいを全て詰め込んでますいっぱい鏡見たりなんか改めて自分のなんか見せ方とかね全員ではまた人数が少ないからできるなんか表情とかだったり見せ方を自分なりに研究してるので <laughs> 自慢のお締めを見に来てください。 あ帰りの時間もあるので聞きたいのですが夜の終演っていつになりますかえー、っと夜公演が16時半開演とかでしょ17時からえ十16時半からだっけ確かあれ17時からだっけちょっと待って16時半16時半か確かね開演なので16時半,16時半いや あの多分あの本当にリアルなこと言うとピューロランドの閉園時間もあると思うので19時には終わる絶対に絶対に終わりますねそれはだからみんなの新幹線的な都合をそ,のそこからピューロランドからその電車乗ったりとかは全然間に合いますいやあの 2時間半もそのめっちゃ余裕持ってねめっちゃ余裕持って19時には終わります確実にそこまでには終わるのでっていうそれを超えることはないよって話ですねまあ多分大体コンサートって2時間ぐらいじゃないおそらく予,定してお予習しておいた方がいいことは「ど、えっと近こう」っていう大きな大きな大きなコール。 キティちゃんおしまししてもいいですかえっとですねそれはあの言わなくても分かれたもので松本千佳子ちゃんおしましであもうでもあのマストで多も19時には絶対出れますよって <laughs> ね遠くの人はねちょっと大変なっちゃうんですけどでも来てよかったって思ってもらえるように もう一番は押しててよかったなって思ってもらえるコンサートにするのであの配信とかはないので生で見に来てください <noise> ゆきちゃんどんちゃんのサイリウムカラーに変わるタイミングとかありますかあーあるかもそれはもしかしたら あビューロランドが18時閉園だったらじゃあ多分18時には終わるねそれは <laughs> それは18時には終わりますね多分多分ていうか絶対終わらなきゃいけないやばいやつだよねそれは <laughs> 楽しかったないっぱい踊ってなんかさ3人 だからさまあ意外となんか汗とか,か出ないかなみたいな思ったけどめっちゃ暑かったですしっかりしっかり暑かったですっていうのだけ言っとくね早く自分たちのねあのグッズ見たいんだピューロラ,ランドのコラボグッズ 18時終わるなら夜見ても帰れそうってねいや多分絶対に多分今思ったけどいや18時に絶対終わるわピューロランドの閉園時間には間に合うと思うのでそこはそうだねでもそっ今日ゆきちゃんと奈緒と話しとってんけどピューロランドのライブの日ちょうど1週間後めちゃくちゃ寒いらしいです今日あったかくてあったかーみたいないや終わり思ってんけど 来週はめっちゃ寒いらしいのでみんな気をつけるんだよあったかい格好してきてねちゃんと体調気をつけてでもやっぱり思うのは昼より公は2回,こ2回やってさあやっぱ昼の方がすごかったとか夜の方が豪華だったとかはなんか。 思っててしくなくなだってどっちも「最高だった」って言ってもらえれるコンサートにするのでだからどっちも来てほしいんですけどね会場は屋根のある屋外な感じですか会場はしっかり屋内だよでもねまだね会場を見てないから分からへんねんけどすっごいフェアリーな感じです 嘘やん今日半袖で過ごせたってうそやんまあでもしかもね今日1枚出てきたこれと、まあ、コート着たけどみんなでねお揃いのロンティー着て頑張りました <laughs> ぜひぜひブルーオレンジのサイリウムも振ってください「どの席も当たりだよみんながねチケット発見したよ」っていうコメント見かけるねんけど。 どのの席も当たりなのであんな可愛いステージで踊ることなんてさなかなかないやんまあかわいいねセットをこう組んでもらうこともあるけども会場全体がさあんなフェアメルヘンな会場で歌,踊れる歌って踊れることなんてね初めてじゃないなのでなんかその空間も一緒にみんなと楽しんでもらえたらなと思うので。 明日から寒くななるのマジかなんかん最近ヒートテック着てへんかったのにまた着なあかん亀戸石の方も楽しみにしててねあの私はよく動きまくるので絶対半目とかさ写真いや絶対載せられへんやろってう写真ばっかあると思うねんけどあのちゃんとしっかりじっとするとこはじっとします <laughs> 皮のシャッターチャンスをしっかりいいタイミングで切ってもらえれるようにします動き回,らん回りすぎてはしゃりすぎひんようにはしゃぎすぎひんようにしまする亀戸先の皆さんも可愛く撮ってくださいぜひ。あと1週間体調に気をつけてねみんなもだよ 決めポーズ考えてやるない,よ決めポーズ <laughs> ないけどちょっと亀戸関の人たちのカメラを撮れるそのタイミングもうちょっと楽しみにしててほしいぜひぜひみんな大きいコールよろしく頼んだよドライチのライブ来てくれるみんな。 やっぱり去年さロッキーの10周年コンサートを見に行ったからこそやっぱり10周年っていう節目のタイミングでコンサートできるっていうのはすっごく嬉しいしなんかファンの人たちと改めて頑張ってきてよかったなって思える瞬間でもあるし応援してくれてるタイミングは人それぞれだけど。 なんかその瞬間を一緒に過ごしてもらえる人たちお祝いしてくれる人たちがいるっていうのはすっごい幸せだなっていうのを去年客席から見てたのでこうやって自分たちもしていただけるのはすっごい嬉しいしその瞬間を一緒にみんなにも感じてほしいし味わってほしいです。これからもよろしくねっていう気持ちを込めてそんな日にしたいなと思います。 お180日あっ180日約半年かなまあ毎日はできひんかったけど180日だってありがとうそうねまあ17日で前には冬婚もあるんですけど 楽しみだね12月ちょっと今日昨日の吉野の舞台の感想を話そうと思ったのに今日今リハやったから10周年のライブについてばっかりなちょっと明日話します去年、ね、先週録無事終えたみたいでよかったとい,いうことでぜひ喜べみんなあとちょっとだからぜひ悩んでる人お友達も。 ライブ行こうかなって人も遊びに来てください冬コンは何時頃終ありますかねえ冬コンいやさすがにまあ2時間ぐらいじゃないまあ大体ねライブってコンサートってそんぐらいを目安に見ていただけると嬉しいです劇場公演が1時間30分なのでうーんそれよりはちょっと長いとは思うし さすがに2時間以上となったらみんなの帰りもあると思うのででは今日は終わりますそう24時35分から「あのみかんぜん TV テレビ愛知」見てください今日は初めてのあのスタジオ組でございます見てください でではではおやすみみんな1週間頑張ろうね明日からバイバイおやすみ